川又ダムは、栃木県日光市川又浅絹白地先、利根川水系絹川の本川最上流部に建設されたダムである。絹川上流ラム群の一つ。利根川水系最大の支流である絹川は、流路延長が 170.0km と、中川よりも長く、流域面積も1776平方 km と栃木県のほぼ全域を網羅している。 古来より水害の頻発していた木の川流域の河川開発は1938年の旧内務省による火水統制事業で初の対象河川に指定されたことに始まるが、すでに支流の小川には1931年より治水ダム計画がスタートしていた。木の川本川では1912年にすでに発電用ダムとして日本初のコンクリートダムである。 黒部ダムが完成されており、電源開発はすでに始められていた。その後日本発送電によって、原ダムサイトに発電用ダムを建設するための予備調査が実施されたが、戦争の激化により中止となった。戦後カスリーン台風による大災害を契機に建設省は、利根川海底改修計画を1949年、策定し、 トネ川水系の総合開発を図るために1952年、トネ川上流ダム群計画を群馬県下のトネ川水系で展開した。一方、絹川筋では戦前の絹川下水統制事業を引き継ぐ形で50里ダム建設を再開。発展させる形で絹川本川における特定多目的ダム建設が求められ、1957年に建設が計画され、 9年の歳月をかけ1966年に完成した。2017年からはダム周辺部の大規模な補強工事が始まり、90メートルと70メートルの大型足場が組まれ、話題となった。形式はアーチ式コンクリートダムでダムの高さは117.0メートル。洪水調節、不特定利水、発電を目的としている。現在は、 国土交通省絹川ダム統合管理事務所によって、川地ダム、五十里ダムと共に総合的に管理されている。ダムは絹川が形成した瀬戸愛郷に建設されたが、完成後は水が枯れてしまう状態が続いていた。だが、近年に河川流量維持のために河川維持放流が行われるようになり、清流が復活した。さらに、ダム周辺の整備も行われ、 ダム直下の岩山部分に遊歩道を設置して、展望台とし、関係者以外立ち入り禁止であった吊り橋も改築、補強し、瀬戸愛郷はあたしらしゃい、吊り橋と名付け、一般に開放した。吊り橋からは、瀬戸愛郷の深い渓谷とダム停滞を望むことができる。ダムによってできた人造湖は、川又湖と呼ばれ、湖畔にある川又湖温泉は、 ダム建設に伴って新たに掘り当てられたという珍しいものである。川又湖より、さらに上流に進むと、高山植物が咲き乱れる美しい絹沼がある。2006年5月、川又ダムの非常用洪水破棄のゲート点検を行うために、完成以来使われることのなかった6門のゲートの内中央部2門を開放して、放流を行った。 1>, 1日限りしか見られない落差117.0メートルの幻の滝とあって、この日は大勢の観光客で賑わい、新聞やテレビ等でも報道された。ありがとうございます。